結構深く掘るんだね。すごい。工事みたいになって、工事中です、ただいま。これは私は無理だね。ありがたい、ありがたい。今日風がすごい気持ちいいんだけど、かなり日差しが強いです。これ全然話しておらんですけど三男が修学旅行で買ってきたお土産中学2年生がこれつけてどこ行くんでしょうかね。で今日の必殺アイテム G が来たの必殺対処法です。少しずつやっていきたいと思います。でね、今日はこれ見ていただくと分かるんですけど、見てください。これこの辺りのねもの、これ私かなり植物育てられない人なので、これをまず育てきれたらお庭やろうかなと思ったんですよ。そしたらこれ玄関の中で育てたものがほとんどなんですけど、結構ね成長してます。2ヶ月ぐらい大成功してますので、今日はちょっと日光浴してるんですけど、この辺りをここに植えていこうかなと思いますが、今日は全部植えきれないので雑草を取ってから、ちょっとハーブ類少しあるので植えていこうかなと思ってるんですけど、なんとこれ見てみて、この間の1ヶ月のまま何もされていない状態で、これが少し成長してます。ここで日光と雨で成長してますので、この辺りだけはちょっと今日植えたいなと思ってます。 G に合いませんように、ミミズにも合いませんように。レンガの道を作るためのレンガ、かわいいの買ってきてあるので、これをとりあえず道作ってみたいと思います。
残念ながらまだまだ悲しいしょぼいですけど、これだけ敷いてみました。とりあえず曲がってるんだよ。よいしょ、こんな感じです。そしてここにもう一つ仕切りを作って、こっちはハーブ、こっちはこっちもハーブ、今日植えたいと思います。で、この植えるところにね、をもう一回こうなって耕せと言われました。でこれよいしょ、耕してこの辺にちょっと植えてこうか、ここにねちょっと植えていきたいと思います。はい、ここに今日パセリとヨモギを植えていきたいんですけど、やっぱり根付くためには多少濃く耕さんといけないのかなと思いつつ、私は家庭菜園とかめっちゃ苦手なのでよくわからないんですけど、ヨモギ地植えするなって言われますけど、めっちゃ増えるからだけどいいんです。ヨモギ好きだし、おそばに入れると美味しいし、まず地植えしてみてそれから決めていく。はい、こんな感じで植えました。そして次パセリ、パセリはねイタリアの人たちは欠かせないパセリ、ちってパセリ、パセリは この畑では大成功します。まあ、パセリはパセリパウダー作るぐらいです。パセリわーって広がるので少し離してあげないと。私のランウェイ、花道ができました。で、ここを歩いていくと、ここら辺に成長しないレモンがありつつ、ここにちょっとね、なんていうの、エキゾチックな、オリエンタルチックな観葉植物を植えていこうかな。今日、今植えちゃおうかな。ちょっと考えてみましょう。こっちから見るとこんな感じです、ね、これこれ、この辺をね植えようかなと思ってます。これこれも超お気に入りなんです。これこの辺りを植えていこうな。はい、植えられるでしょうか。今日長男がいるのでできないかもしれないんだけど、できるところまでやろう。向けないから、よいしょ。
主婦って傷つけないように、うん、ほらできた、見てないの、あすごい根っこがいっぱい張ってる、ほらもうそろそろ外に出たがってますこの子、よいしょ、大きくなるよ、もともとちっちゃいけど、あちょっとダメだ、深さ足りない、もっと深く深く掘ります、もうこういうのはね男の仕事なんだよ、よいしょ、あ倒れた、ごめんねこの子、よいしょよいしょ、いいじゃん、うるま市の農家の方が大事に育てたアガベ、アガベメキシコとかあの辺原産らしいですで、地植えするには沖縄が今が時期だそうです、内地だと5月から7月ちょっと涼しい時期なんだけど、沖縄はね、まあ今が5月7月のぐらいの気候なのかもしれない、いやーできた、かわいい、めっちゃかわいい、どうでしょうか、いかがでしょうか、この隣にアロエが来る予定です、アロエまだ買ってないけど、かわいい、まだ全然できてないけど、はあ疲れちゃった、今度これ植えようかな、この子植えてみようと思います、よいしょ、よし、じゃあ次この子、黒なんだっけ、黒トン入れて植えたいと思います、結構大きくなってきた、これもどうやって出してあげたらいいんでしょうか、もうちょっと優しく出して、よいしょ、お水あげてから出した方が良かったかな、出てこーい、よーほっほっほっこれね、切れちゃった、M がいましたので、ミミズがいましたので、まあミミズはなんとかね。
グローブとか完璧にしたので大丈夫です。結局ね、触らなきゃ大丈夫だなっていうことに気づきました。